はい、皆さんこんにちは。出発進行編集長の遠藤です。今日のお題はですね、こちら、もうもちろん皆さん見たことあると思うんですけれども、 JR 西日本の N700系ですね。主にみずほに、使われておりますが、こちらはですね、8両編成ながら、グリーン車、指定席車、自由席車と、3種類の、シートがございます。そちらの方をですね、レポートしていきたいというふうに思います。一番の特徴はこちらの6号車なんですけれども、半分がグリーン車ですね。奥の半分が、指定席車、になっています。早速そのシートの比較をしていきたいというふうに思います。6号車のグリーン車の方はこのようにですね、シート2列×2列、もちろんこう、非常に高級感ある、デザインと空間になっております。ただ一方で、実は指定席車ですね、みずほの指定席車もなんと一瞬グリーン車かなと思うこのシートの、作りなんですが、2列プラス2列という形になっています。さらにですね、実は小さなお子様、未就学児ですね、指定席券ですとか、乗車券がいらない、お子様の場合は、グリーン車の場合はこう間に乗せることはもちろん、できないですし、肘掛けも固定になっておりますが、指定席の場合はここの肘掛けが跳ね上がりますので、パパと、小さなお子様とママという形で、3人で座ることもできるようになっています。このあたりを考えると、指定席、非常に小さなお子様連れでしたらお得かなというふうに思います。ちなみに自由席はですね、これは東海道新幹線と同じように3列と、2列という形で、通常のシートピッチになっておりますので、指定席料金を考えると実は、自由席よりも、指定席の方が、非常にコストパフォーマンスが高いんじゃないかなということが言えると思います。続いて、リクライニングの比較をしてみたいと思います。自由席車、こういう形ですね。もう皆さんもリクライニングされたことあると思うんですけど、想定の範囲内、指定席車も同じような感じですね。ただやはり、2列シートなので非常にゆとりが、あります。さらにグリーン席になりますと、このようにですね、こちらにフットレストとレッグレストもありますので、さらにくつろげる空間になっておりますので、この辺りはやはりリクライニングと関して言うとグリーン席の方が圧倒的に、くつろげる感じになっております。続いてテーブルの比較です。テーブルはですね、こちらも見ていきましょう。自由席さん、こういう形になっておりまして、白いテーブル、ボードになっております。指定席のところは、同じような、形になっておりまして、ただ木目の、パネルが貼っておりますので、ちょっと高級感ありますね。一方グリーン席のですね、テーブル、非常に大きな特徴は、もちろん大きいということもあるんですが、このテーブル面がですね、手前にここにちょっとこう、余裕がありますが、引っ張って、手前の方に引き出すことができるんですね。これによって例えばリクライニングをしてたりとか、椅子に深く腰掛けてた時とかでも、パソコンを打ちやすいようになっています。これは実際に体験してみると非常に大きな違いがあります。さらにグリーン席だけはこういう形で、各、席の方の肘掛けにコンセントもあるので、パソコンですとか、充電をするのにも非常に、重宝するという感じですね。はい、まとめます。自由席と指定席であれば、先ほどありましたように、やはり3列2列と2列2列の大きな違いがありますので、指定席が圧倒的におすすめです。じゃあグリーン車と指定席なんですが、子供連れであればグリーン車よりも指定席車の方が使い勝手がもしかしたらいいかもしれないですね。特に小さなお子様をお連れのお客様は指定席車をおすすめします。グリーン車はですね、やはり大きなテーブル、それからパソコンをしてても非常に手前に引き出せるというところもありますし、コンセントもあるということでいうと、仕事をするのにはグリーン車の方がおすすめじゃないかなというふうに思っています。はい、以上でございます。参考になれば幸いです。皆様も良い旅になりますように。出発進行。